秋田県。秋田県は、日本の東北地方に属する行政区画及び、地方公共団体。日本海に面する、県庁所在地及び、最大の都市は、秋田市である。2018年の出生率、死亡率、社会増減率が、いずれも、全国ワーストで、最も人口減少が進んでいる県の一つである。詳細は、人口参照。秋田県の海岸は、 遠浅で上陸しやすく、海岸付近には身を隠せる、暴風林が多いため、密入国を図る工作員にとって絶好の場所である。夜間は人が少なく、近隣住民に見られない上、八方町には無人島である大島が海岸近くにあり、北朝鮮の工作員に中継点として使われているという。秋田県は日本海に面しており、飛行区分は 日本海側気候に分類される。日本海側気候の中でも特徴として沿岸部の陶器の降水量自体はそれほど多くないが日照時間が極端に少ないことが挙げられる。内陸部では低温のため同じ日本海側の山形県や新潟県と同様に県内陸部のおよそ90%の地域が特別豪雪地帯に指定されており雪が多く降り積もりやすい県である。 冬期間の日照時間は全都道府県の中で最も少ない。そのため、朝晩の放射冷却現象が起こらず、和ズ市と仙北市などの内陸部を除く、特に日本海側沿岸部などは北関東よりも朝の気温が高い子も多いなど、井度の割には温暖であり比較差が非常に小さいのが特徴である。内陸部の一部は、欠片の気候区分による亜寒帯湿潤気候となり、 寒さが厳しい。また、秋田沖付近に発生する、国定気圧からもたらされる暴風雪やゲリラ豪雪が見られる。一方で、火器は高温多湿でどんよりとしており、梅雨明けのないまま秋を迎えることも珍しくない。しかしながら、太平洋側から吹く季節風は、大雨山脈の山々に遮られ、フェーン現象が発生することがある。 太平洋側に例外をもたらすと言われる山瀬も、高温乾燥した風となり、特に県内陸部中央から、県内陸南部では、気温が上昇し真夏日や猛暑日になることもあり、特に、仙北市周辺では、この風が豊作をもたらすとして、宝風と吟割れる。県下には、以下の十三市六郡九町三村がある。秋田県では、三里町、三種町、八方町が、 町である以外は、町はすべて町、村はすべて村と読む、対等合併によって誕生した町が、洋を名乗る傾向がある。平成の大合併以前は、すべて町と読んだ。人口は現在。都市雇用圏、10%通勤圏の変遷。県の地域振興局の管轄地域により、県内は8つの地域圏に区分されている。それらは、県北、中央、 県南の三つに大別されている。百合地域振興局管内、旧百合郡地域を県南とすることもある。ただし、衆議院選挙、小選挙区の区割りでは、秋田市、1区、県北、2区、県南、3区とされている。この区分では、いわゆる小型紙南秋地区が、県北部の扱い。地域県の名称は目的に応じて多少違いがあり、振興局の名称は、 旧軍名、地域の名称は、平成の大合併前の中心指名と、旧軍名、都市計画における、広域都市圏の名称は、平成の大合併前の中心指名とな、いる。以下に記載する人口は、2006年、平成18年8月1日現在の、推計人口。秋田県の総人口は113万5156人。現在の秋田県は、 両政国での出和国と道の区国の各一部、明治初年にそれぞれ分割されたうちの右後国と陸中国の各一部からなる。秋田の名前の由来は、飛鳥時代の西明天皇四年六百五十八年に安倍平夫の日本海遠征において、この地を訪れ地名を秋田、秋田と報告したことから始まる。秋田、秋田は顎に似た地形から付けられたものだとも言われており、 おもろ川川口部の古地系のことを示している可能性がある。その後、天平5年12月26日、734年2月4日に、庄内地方にあったとされる、出羽作が高清水の丘に移し置かれ、後に、天平法寺年間頃には、秋田城と呼ばれるようになり、秋田の表記で定着した。中世後期には、日本最古の海洋放棄集、海鮮式目、 海鮮王峰には水戸七港の一つとして、秋田港と呼ばれ重要な港の一つに数えられた。秋田県にも、旧石器時代から人が住んでいた証拠として、多くの遺跡が発掘されている。それらの遺跡から人の手によって加工された石器が多数、出土している。製作技術からナイフ型石器、採石人などと命名されている。このうち採石人は木や骨などに溝を掘って、 そこに埋め込み、鋭利な刃物として使用したと推測され、旧石器時代終末から縄文時代早々期にかけて使用されたと考えられている。遺跡発掘としては、1969年、昭和44年から5時にわたって発掘された大仙士共和の米が森遺跡が初めである。この遺跡からは、石器、石格、石片などおよそ千点が出土している。 この後は工業団地や自動車道などの建設工事で多くの遺跡が発掘調査されている。今からおよそ一万二千年前になる届きが制作され始め、定住生活も始まった。縄文時代である。縄文人によって、現在の秋田県域にも縄文文化が栄えた。縄文後期の墓地遺跡である、ストーンサークル、環状列石、石ひもろぎ石里、 が1931年、昭和6年に確認された。1951年、昭和26年と翌年の1952年、昭和27年にも考古学研究の国営事業と市発掘調査が行われたので、全国的に知られるようになった。その遺跡は、和野市の大湯にあり、同規模の二つの環状列石で、西側が漫才石、東側が 野中同遺跡である。やや大きい漫才遺跡は、環状部分が直径46メートルある。太平洋戦争中は、神代、神代の遺跡として扱われた。西日本では、この縄文人に加え、弥生時代頃から、弥生人と呼ばれる、ユーラシア大陸東部からの移住民が増えた。雑多な民族は、次第に統一され、大和民族としての統一国家が、 近畿地方を中心に形成れた。これが後に朝廷と呼ばれるようになる。朝廷は8世紀に国語を日本と改めた。現在の秋田県を含む東北地方北部はこの時点で朝廷に属していなかった。そのため朝廷はこの地方への征服活動を進めた。8世紀の前半に朝廷により日本海沿岸北辺の交易、征服などの拠点として出羽作が 現在の山形県庄内地方に設置されるが、天平五年十二月二十六日、七百三十四年二月四日、で羽作は秋田村高志水岡、現在の秋田市寺内へ移設された、俗日本記。で羽作は七百六十年頃に秋田城に改称される。この頃から秋田の表記で定着している。百八十年には、では国府が秋田に移されたが、江氏民族、 えぞ、縄文人の末裔とも、朝廷に属さない、大和民族とも言われるの反撃によって、秋田城が陥落し、出羽国府は再び移されることになった。秋田城は、この後朝廷側によって再建され、北東北日本海側征服の一大拠点となる。この頃になると、混伝の私有が認められ、地方豪族の勢力は一層発展した。9世紀頃には、大城官命令で、 勝手に開墾地を私有し農民を困らせてはならぬとの規則が出るほどになる。元業2年878年元業の乱が起こった。これは重い税や労役の苦しみに耐えかねた江戸の秋田城市に対する反抗であった。秋田城や民家は焼き払われ多くの物資や兵を失った。朝廷は急いで道の区国から5000人の援軍を派遣したが平定に 失敗し、信任、では守るの藤原安則を派遣した。安則は反乱の平定に、エゾを持って当たらせることで成功した。この後、城の修復や兵力の増強を図ったが、天行二年に、再び天行の乱が発生した。当時は、このようにエゾに対する朝廷の力は、絶対的なものではなく、不襲の長と呼ばれた山とに服属する、江西民族の地方豪族の力は、 加速度的に強大になっていった。中央の立領政治が衰えるとともに、私有地の占領が次第に増え、農民は有力豪族の保護を求めるようになり、江戸地の各所には豪族を中心とする武士の集まりができた。豪族はさらに重要地点に分岐を排して、勢力を広げて団結を強固にした。その中の有力だったものが、道の区の安倍氏、出羽の清原氏である。 北上川中流以北に勢力を広げていた安倍氏は、朝廷に対する構訴、印役を怠り、横暴な態度であるというので朝廷は、討伐を行った。これが、前九年の役、永正六年、千五十一年、公平五年、千六十二年、である。しかし、当時の陸間守や北城之助の力では、討伐ができず、進行武士であった。 源の頼近が、仏守るとして向けられ、七年以上にわたり、戦いを繰り広げた。頼近も、自分のみで討伐できずに、横手付近に根拠を置いた、豪族、清原光頼に、進化の霊の形を取り参戦を依頼した。光頼は、弟の武のを大将とする一万余の兵を出し、ついに討伐に成功した。源の頼近、義家の兵力はわずか三千であったが、 この清原氏が出した兵力だけでもその武力を伺いうる。しかしこの後、竹則の孫の代に至って一族争いが起こり、家平が、出和国、沼作、現在の横手市を物川町沼立に立てこもる。家平はここを、源義家に攻められ、金沢作、横手市金沢中野に移ったが、ついに敗れた。これが、あと三年の約、永宝三年。 1083年大徳四年、漢字元年、1087年である。この戦の後に、清平が、欧州藤原氏として栄えた。欧州藤原氏は、初代の清平から二代、本平、三代秀平を経て四代安平に至るまでのおよそ一世紀、11世紀末から12世紀末にわたって栄え、東北の天地は、完全に豪族の支配下になった。 藤原氏の支配原理は、代々横領氏を世襲することで、軍事指揮権を公的に行使し、合わせて、省園の管理も受け負うというものであり、当時の秋田では、比内軍の河田氏、秋田軍の大川氏、由利地方の由利氏が、藤原氏の支配下にあったと言われているが、近年の研究では、では国に欧州合戦後も御家人として、在地支配を許された皇族が多いことを呼び集み、 床波焼が凍った平泉付近を中心とする太平洋側と鈴焼の湿度が多い秋田郡近辺の陶器文化圏が異なることから在地領主の家人化が進んだ道の区国東領師としての軍事指揮権に止まった出羽国の差を指摘す見解もある特に出羽北部である秋田地方には荘園が存在せず高領性一式の世界であったためどの程度まで 欧州藤原氏の支配が及んだかは疑問であるとされている。流星を極めた藤原氏も鎌倉幕府を創設した源頼朝が平泉の藤原氏に逃れた弟、義経を追悼することによって打ち砕かれる。頼朝は文治五年1189年19万の軍勢を率いて欧州合戦を行った。藤原康平は平泉から 江戸地への逃亡を始めたが、途中立ち寄った川田氏のもとで裏切りに遭い、河田次郎によって討ち取られる。同年12月に挙兵した大川氏の大河県人も、挙兵3ヶ月で討ち取られた。数世紀にわたった豪族の天下も、この藤原氏の滅亡で幕を閉じ、東北は完全に鎌倉幕府の支配下となった。藤原氏を倒した頼朝は、御家人、自動職を新たに、 東北各地に廃止、東北における大きな政治的転換点となった。頼朝が秋田に廃した御家人は、成田市、阿保市、秋元市、奈良市、立花の市、浅利市、平賀市、小野寺市などであった。また、百合市は藤原市に仕えていたが、そのまま、百合地方を治めることとなった。これらの豪王族はほぼそのまま、半世以前までその地を治めることとなる。 その後、日本海北部に勢力を持った安藤氏、安藤氏とも言うが、津軽地方から南下し、戦国時代になると、檜山安藤氏と、港安藤氏の一族構想があったものの、安藤愛紀の時代に最盛期を迎えた。横手盆地には、戸沢氏、前田氏、本堂氏、六郷氏、小野寺氏などが勢力を持っていた。由利郡は、由利氏の一族と地頭であった小笠原氏の子孫などが、 中小の豪族に彼、れ、ユ十二党と呼ばれる勢力になった。慶長五年、1600年の関ヶ原の戦いで、西軍を破った徳川家康は、西意大将軍に任せられ、幕府を江戸に開いて、天下の実権を握った。秋田県下の諸大名は西軍についた小野寺氏以外は、所領安堵されたが、慶長七年から慶長八年の期間にかけて、ほとんどの大名が、 北地国に転放され、鎌倉以来となる長年の領主と住民のつながりは、切れ慶長7年、1602年、秋田軍を領有していた、秋田サネスへ、安藤氏から改正などと入れ替わりで、関ヶ原の戦いで西軍に内通していた佐竹氏が、北地国から転放され、久保田藩を立藩する。初代藩主は、佐竹義信。義信は初はめ秋田氏の居城であった。 港城、現在の秋田市土崎港に本拠を置いたが、間もなく神名山、秋田市、市秋公園に、久保田城を築いて、京移し。また、一国一条例の例外として、横手城、大館城が市場として存続した、檜山城、角野立城などは破却。組織としては、領内統治を担当する家老のもとに、財政担当の勘定奉行。 城下支配の久保田奉行、その他の城奉行、各軍の軍奉行、鉱山支配の道方奉行、山林支配の小山奉行などを配した。このような藩の組織機構のもと、直接生産を営む農民と、その中間の商人、職人が位置づけられ、新たな時代の生活が始まった。日立時代には五十四万国の大大名であった。 佐竹氏は、明治まで、表高二十万国の久保田藩を治めることになった。実高は、神殿開発などで電磁が増し、四十万国くらいであったとされる。業内に存在した、院内銀山や兄道山などの諸鉱山、及び全国的に著名な秋田杉なども久保田藩の収入源となったが、日立時代以来の過大な家臣団が財政を圧迫し、幾度も、 財政改革を行う必要に迫られた。久保田藩からは、思想家の佐藤信弘、平田篤種、安藤昭益や、秋田蘭賀を切り開いた、佐竹義奴、織田の直岳らが出ている。エレキテルで知られる、博物学者、平賀源内は、久保田藩の依頼で、兄銀山を訪れ、途中立ち寄った角の盾てで、織田の直岳に遠近法を伝えたと言われる。教法年間には、 鈴木貞行と加藤正貞の二名が古来の観音信仰に基づき、秋田六軍三十三観音令場の戸籍を訪ね、巡礼家を添えた巡礼家を残した。元那八年、1622年、山形藩主最上氏が改役され、旧最上領は幕府領と中小の大名領に分割された。この内百合軍には関ヶ原の戦い後に天保内氏改役されていた。 六合成城、二万国、岩木義高、二万国、二カ穂高信、一万国、内越三久、三千国などが入部し、それぞれ本城藩、亀田藩、二カ穂藩、旗本になった。後に、二カ穂氏と内越氏は改役され、二カ穂氏は、文家にやが、旗本として存続、変わって、佐抜国高松藩主だったが、お家騒動で改役された、伊駒高都氏。 一万国が転望され、矢島藩となっている。本城藩領にあった木坂田は、全国的に著名な継承地であったため、松尾芭蕉、来田た目植え物だがこの地を訪れている。文化元年、1804年の木坂田地震で隆起し、関湖から陸地へ、そして農地へと変わったが、関万寺住職の佐都林による自然保護運動により、かつての小島であり、 警官のもとである丘が残された。明治一新時点で、後の秋田県下に成長を置いていた藩は、以下の五つ、石高は、廃藩地県時の値。この他に、森岡藩領と、旗本領、二カホ二千国家、千国屋イコール旧二カホ藩主の分家、生駒伊勢巨地下イコール、八島藩主の分家、六郷氏イコール、本城藩主の分家があった。慶応四年、 1868年に起こった母親戦争で、久保田藩らでは諸藩は、朝敵扱いされた藍津藩、庄内藩の斜面誕願のため、奥越列藩同盟に加わる。しかし、久保田藩内の勤労派がクーデターを起こして、久保田藩は一転新政府側となったため、前後して、久保田新田藩イコール後の岩崎藩、本城藩、矢島藩及び現山形県の新城藩も転向。 他の欧州諸行の標的とされて、秋田戦争が勃発した。佐賀藩や鹿児島藩などの救援を受けて、最終的に勝利したものの、大館城、横手城、本城城と矢島陣屋は落城し、広範囲の土地が広範囲した。また、亀田藩も久保田藩に同調して、新政府軍に転向したが、山口藩から派遣された、官軍の横暴な振る舞いにこらえかね、新政府軍が、 本城、亀田を見捨てた際に同盟軍へ再加入して久保田、方面の新政軍を攻撃した。しかし、新政府軍の反撃で、亀田城も消失することになった。イカ特記しないものは2018年秋田県の人口は96万9462人、2019年6月、現在で全国38位。人口増減率は6年連続全国再開。 それ以前も阪神大震災、兵庫県や東日本大震災、福島県の特殊事情による46位だったで、全国的にも最も人口減少が進んでいる地域の一つである。出生から死亡を引いた自然増減率、転入者から転出者を引いた社会増減率ともに全国最下位だった。1956年には135万人いた人口が 2017年に100万人を割り込んだ。1955年から2015年にかけての人口増減率はマイナス19.5%で、マイナス22.9%の島根県に次ぐ全国46位である。国立社会保障人口問題研究所は2045年にかけ人口がさらに41.2%減少すると予測している。これは 時点で37.0%の減少が予測されている青森県や減少率1位だった島根県の23.8%減少。高い合計特殊出生率2018年で1.74と社会増減率2018年でプラス0.01%を背景に減少速度が秋田県ほどは加速しないと予測されているよりかなり大きい。 死亡率は7年連続全国1位と高い反面、出生率は24年連続全国再開である。高齢化率が全国1位で、年少人口比率も全国再開と、少子高齢化が進んでいる。婚姻率も24年連続再開、入児死亡率は全国2位、週産期死亡率も全国3位、自殺率も2017年は全国1位だったが、 2018年は改善して1位を返上した。一人の女性が生涯で産む子供の数を比較した合計特殊出生率は1.33で全国42位となっている。この数値は通常都市部で低く、地方で高いが、秋田県はこの傾向に当てはまっていない。大都市圏の大阪府、千葉県、埼玉県よりも低く、神奈川県に並んでいる。 2000年代中頃までは全国順位は低くなかったが、その後全国的に合計特殊主張率が回復していく中、秋田県は2010年に1.30と過去最低を記録し、全国40位になって、以後は低い状態が続いており、2015年は1.35で東京と北海道に次ぐ全国44位、京都府と同率を記録した。 衆議院の小選挙区が3、参議院では全県で1区を構成、人口あたりの警報犯発生、警察による認知率が日本で最も低い都道府県である、人口10万人あたりの犯罪件数は最小である。この理由については、犯罪が発生しにくい街の構造、近年における生涯の空洞化などであることや少子高齢化、及び人口減少、過疎化が、 他県に比べて進んでいることなども影響しているという。また、高齢化の影響で人口10万人あたりの自殺率が平成7年から19年間ワースト状態が続いていたが、県、市町村のレベルでそれぞれ対策を行った結果、平成26年度にワーストを脱却した。携帯電話やスマートフォン、PC、タブレットなどの通信機器に、 不可欠な固定コンデンサの出荷額は1、712億円で全国1位。樹齢200年を超える天然秋田杉は、木曽の檜の木、津軽のヒバと並び、日本三大美林の一つとなっており、木材生産量は全国4位。秋田小町の名産地であり、米の産出額は新潟県、北海道に次いで全国3位。日本酒の生産口は兵庫県、京都府、 新潟県、埼玉県、愛知県に次いで全国6位である。一人当たりの県民所得は全国34位、平成21年度。近年は風力発電を中心とした新エネルギー産業に力を入れている。秋田県はビデオリサーチによる視聴率調査が行われている都道府県の中で唯一 JNN 系列の放送対象地域外である。 県境に近い地域で林県の電波を受信できる地域及びケーブルテレビの区域外再放送で林県の JNN 系列局を視聴している世帯がある。NHK 受信料支払い率は平成23年度末の初公表において全国トップの94.6%であった。秋田県には JNN 系列局がないため同県の同系列局による 報同取材は主に IBC 岩手放送が行っている、かつて取材拠点として秋田市局を設置していた。IBC が対応できない場合、宮城県の東北放送を TBC が対応する。各ケーブルテレビ局では地域密着の独自番組を放送しているほか、隣県の JNN 系列を再送信している。秋田方言は一般的には 本土方言、東日本方言、東北方言、北、大宇方言に含められ、近大地春彦による案では、外輪方言に含められている。秋田方言の語彙中で、共通語と異なるものは、かつて中央語で使われていたものが古語として残存したものと、中央以外で独自の発展をしたものがある。周辺の県と連続する分布のものも多い。現在では、 共通語と異なる語彙は、衰退が激しく、急激に共通語に置き換えられつつある。秋田方言の母音音素は、共通語より一つ多い、の6つが認められる。新音素は、共通語と同じであるが、共通語の家業に当たる、縦とに当たる、秩に当たるは、語中で優勢化、濁音化して、それぞれ、と発音される。作業に当たるやパ行に当たるは優勢化しない。 米どころであり、酒どころである。特に、日本酒の消費量が多く酒の飲みすぎが多い。また雪国のため、漬物などの保存食が発達した一方、濃い味が好まれる影響もあり、癌の死亡率は全国上位となっている。秋田県名誉県民の称号は、1981年、昭和56年3月13日に制定された、秋田県名誉県民条例。 昭和56年3月13日秋田県条例第1号に基づき、秋田県の発展に卓絶した功績があり、県民が誇りとして等しく敬愛する者へ贈られる条例第1条。対象者は、政治経済の発展、学術文化の振興、地方自治の振興、社会福祉の向上その他県民の福祉の増進に、広く貢献した者でり、秋田県名誉県民条例施行規則。 第2条、秋田県知事が秋田県議会の同意を得て選定することが定められている条例第2条。名誉県民に選定された者には、秋田県名誉県民賞号機と秋田県名誉県民賞が贈呈される条例第3条。スポーツ、文化などの分野で顕著な業績を挙げた個人、団体に秋田県県民栄誉賞が贈られており、 2018年10月までに19個人3団体が検証されている。5、おさむき。